アメリカ北東部で地震が発生し、首都ワシントンやニューヨークなどで揺れを観測しました。ニューヨーク近郊でこの規模の地震が起きるのは140年ぶりだということです。東海岸では大変珍しい地震、しかもニューヨークを含む大都市圏で揺れを観測したということで、各局一斉に速報体制に入りました。5日午前10時23分、ニューヨークからおよそ80キロメートル離れたニュージャージー州ホワイトハウス付近で地震が発生しました。アメリカ地質調査所によりますと、震源の深さは 4.7 キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。アメリカでは日本の震度のように各地の揺れは発表されないものの、CNN によりますと、軽いものも含めて何らかの揺れを感じた人の数は2300万人に上るということです。ニューヨークの国連本部では、安全保障理事会の開催中に地震が発生し、議場が一時騒然となる場面もありました。ニューヨーク市警は地震によるけがや被害の報告は今のところないとしています。また地震発生後、ニューヨークのジョン・ F ・ケネディ空港やラガーディア空港では安全確認のため一時運行停止の措置が取られたほか、ニュージャージー州では電車を徐行運転としました。ニューヨーク州のホークル知事は、ニューヨークの人は地震に慣れていないとした上で、今後も地震の被害には十分注意するよう呼びかけています。